もう国内も海外レースでも大きいタイトル取れて、もう実績のある種牡馬の一頭ということで評価されています。まあ、世代を重ねてもうその育て方とかレース選択とかレースでのジョッキーの乗り方とかもうそういうのが関係者がもう大体分かってきて、ハービンジャーはこんな感じだっていうのが掴んできたんで、今取りこぼしする馬が少なくなってきて、今年も2歳戦から結構いつになく好調に勝ち上がっているもんですから、まあ、そこはもう本当に成績が安定してきたなと思います。距離はやっぱり1008以上 2000m 超えた方がやはり他の馬との何ていうか能力の比較で言うとそこに優位差が出てくるようなレースをしてます。あまりこう小回りじゃない方がいいですし、まあダートはちょっと全く使ってもらえないぐらいですから、まあ、芝の、まあ、ある程度 2000m 以上に、まあ、限定して使ってもらってた方がこの馬の力は出やすいかなと思います。もう配合がある程度もう決められてきた感じなので、まあまた大物を出すんだっていうつもりでやってますんで、毎年毎年 G1 馬出してくると思っています。